髪型をいくら変えても私の顔は変わらない。じゃあ先生です。 YouTube 登録者5000人イエーイ、どん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 。そういえば1000人ありがとうみたいな動画も撮ってないんだよね。 YouTube これさ、初めてどんくらいなんだろう。結構経つんだよね。ちょっとその確認するのも怖いんだよ。なんかね、多分私ぐらいだよ、この規模感で YouTube をね続けてるのYouTube 撮って編集するのって意外と大変だからね、みんな。早く YouTube ドリームをね、掴みたいですよ。ということでね、5000人いったからね、まぁ、ちょっとね、お酒とかでも飲みながら、話したいなと思ったんですけど、動画をね、データがクラッシュしたので、もう開いちゃってるんですけど、はい。で、もう今から話すことも、大体、一回喋ったこと、悲しいね。でもみんなにとってはこれが初めてなので、はい。ついで、乾杯していきましょう。乾杯。このタコハイっていうね、お酒が好きなんだけど、美味しいの。なんかね、ちょうどいい。こういう感じでさ、美味しいのすごくない？大体こういうのってまずいって相場が決まってるじゃん。でもこれは美味しいの。うん。だから飲んでみてほしい。そっけない味でね、すごいいいよ。これはなんか、テアの前インターンしてた潰れた会社の上司が好きって言ってて、おすすめしてくれたんだけど、美味しい。そう、上司見てる？でも上司は会うたびに、まだ YouTube やってんのって聞いてくるから多分見てないです。見てください。元上司に YouTube 見られる方が気まずいか。猫ミームがさ、バズったっていうか、伸びたんですよね。今さ、そのショート動画がさ、伸びてる動画が多すぎて、何がバズったっていうんだろう。何再生ぐらいからバズったっていうんだろうね。おそらく、5年前の YouTube では、胸を張ってバズったって言える再生数なんですけど、今、何もかもがインフレしてる。物価も上がってる。本当に許せない。非課税の家庭のさ、支援金みたいなの配られてるんだけど、足りないよ。ほんとくれ。こういうこと言って生活保護のね、ショートも炎上したんでね、悲しい。控えていこう。はい。親ガチャってさすがにあるよね。っていう、ショートで伸びて、そう、人生みたいな動画とかを見てくれて登録者が多分増えてるんですけど、普通に私が子供の頃の話をしてるだけなのに、信じられないみたいな。嘘つき、創作オーツみたいなコメントがね、ただ散見されてね、すごい悲しいですね、私は。嘘だって思うんだね。なんか私からしたらさ、今までの人生を普通に喋ってるだけだから、何が嘘って思うというか、作り話だと思うポイントなのか、あんまりピンとこないんだよね。どこがダメだったかなみたいな。思うんだけど、これ作り話なのちょっとね、しんどいよね。私も作り話でやってほしいと思うよ。やれやれだぜ。いやでもね、その人生の話がね、伸びるとね、ちょっとね、悲しいよね。私はさ、やばい過去みたいなのがありつつさ、割と正当に育ったというか、まあなんかそれが割と狂気の沙汰みたいなところがあるぐらい正当に育ってしまったから、これ以上やばい過去を更新することができないのね。私がとっち狂ってなんかやばい事業とかをやり出さない限り、これから逮捕されたりはしないんだけど、そう思うとね、これは更新できないコンテンツなのでね、ひたすら YouTube で擦るしかないということで、はい、私の過去をね、擦ってこれからもね、伸びていきたいなって思いますよ、もう早くね、YouTube ドリーム掴みたいよ、本当に。ということで、インスタで募集してた質問に答えていきたいと思います。インスタで YouTube のネタ集めとか質問集めたりとかたまにしてるので、概要欄から SNS のねインスタグラムをフォローしてください。なんかもうね、最近ね Twitter はもう終わりなんじゃないかっていうね予想てか、明日 Twitter のサービス終了しますって言われても、まあそっかってしか思えないぐらいちょっと不安定だから、私はインスタグラムに逃げるよ。メタしか勝たん。ワイコーに入学してたのを YouTube で知りました。なんかめちゃくちゃ個人エピソードだった。わかる？大体こういうの YouTube ってさ、好きなタイプは何？みたいなのから始まるくない？経験人数は？とか。なんかそういうさ、なんかこうキャッチーなやつから始まるじゃん、質問って。めちゃくちゃ個人的だった。ワイコーエピソード聞きたいです。横浜の人なのかな？ワイコーは横浜市にある中で多分1、2番ぐらいに古い高校なんだよね。私が入学した時が131年目とかでした。横浜商業高校ってとこなんだけど、校舎がね、Y の字になって、なんか本当になんか、あ、ちょっと指短すぎてドンビーとびっくりした。なんかこんな形の校舎になっててそう、こっち側に 1,2,3 組 ?4 かなまでがあって、こっちに 5,6,7 組とかがあるんだけど、私はこっち側のね 5,6,7 組にいたんですけど、はい、Y のねあっち側こっち側とか行ったりしてましたね。なんか Y 校って不思議な学校で普通科がないんですよね。偏差値高い順に国際科、商業科特進クラス、商業科、スポーツ学科がっていう、まあ、実質4学科あるんですけど、うん、その中で私は2番目の、その、商業科特進クラスってところにいたんですね。特進クラスなのに国際クラスよりバカなのちょっと面白いよね。って言っても、10ヶ月しかいなくて、ママの彼氏がメンヘラストーカー化して、高校の写真とかを撮って SNS に上げまくり始めちゃって、そのせいで、高校の先生から他の生徒にも危害が及ぶから転校してほしいですって言われて転校する羽目になりました。ありがとう。ってことで、私はワイコを追い出されてるんですけど、10ヶ月くらいで。ま、でもね、私その時、あー
クラスのことうまくやってなかったんだよね、確か。そう。めっちゃ気まずくて。で、何が気まずいって、私の特進科は3年間持ち上がりのクラスなの。だから、その、周りのこと仲良くやれてないってことは、あと2年うまくやれてないこと同じクラスにいなきゃいけないわけ。で、なんかその、うまくやれてないこと、何で仲が悪かったかが、覚えてないけど、多分くだらないことだったのね。別になんか高校生とかのあるあるのなんか好きなことったとかでもないわけ。ちょっと、性格きつい子みたいな子に、うざいみたいな理由で嫌われてたの。まあなんか私も結構空気読めないというか、やばいところあるから、まあしょうがないってしょうがないんだけど。で、そのあたりにね、なんか合唱コンクールとかがあって、で謎にガチでやってたの、うちのクラスは。高校生になって合唱コンクールガチるとかあるんか。で、朝練とかやってたのね。ホワイって感じじゃん。そう。てか、うちのクラスって、そもそも特進クラスだから、部活に入らないでね、みたいなクラスだったの。まあ、入ってもいいけど、お前たちは勉強して、まあ、国立なり、総慶なりに行かなきゃいけないんだよ、みたいな感じのクラスだったのに、そう、早朝練で、歌の練習をやるんですね、みたいな。で、私めちゃくちゃ音痴なのね。で、音痴だから歌いたくないし、なんか歌うってことがすごい嫌いだから、態度が若干悪くなるわけ。若干じゃなかったかもしれないけど。でもさ、なんか、しょうがないじゃん。めっちゃ運動音痴な子にさ、体育祭の朝練でやって来させてさ、走らされてたら、それ嫌な態度になるじゃん。で、プラスに加えてなんか、そのママの彼氏がなんかメンヘラ化しててなんかやばかったから、なんか寝れなかったり、なんか結構体調が悪かったりして、朝練サボってたりしたら、もうその嫌われてる女子のグループから、うわーってなんかもう、あってなっちゃって、もう、ピエンってなってたから、なんか逆に、もうなんかママの彼氏がめちゃくちゃメンヘラ化してくれて、転校しろって向こうから言ってくれたから、オッケーみたいな。ありがとうみたいな、後の2年間の地獄を過ごすことなく過ごす、なんか免除みたいな感じで、あの時は良かったし、なんかさ、高校の転校生って憧れるじゃん。少女漫画のさ、いい感じの人って大体転校生じゃん。なんかのんきに転校してたので、OK です。はい。でもね、高校も楽しかった。副生徒会長だった私。1年生だったけど。なんでなんだろう。副生徒会長が一気に辞めちゃったんだけど、なんかの理由で、そう、私が副会長だったんだけど、なんでなんだろうね。生徒会が楽しかったな。あとなんかね、学校指定のバッグをデザインした。そう。それがメルカリで転売されたりしててね、あと雑誌に載ったりしてちょっと嬉しかったね。はい。生まれ変わるなら何になりたいですか？今まで猫って答えてたんだけど、猫になったら、猫の自分が猫であるっていう認識をできなくて、大して幸せじゃなさそうだから、もう最近生まれ変わらなくてもいいかなって思ってます。理想のデートプラン教えてください。美術館行くのがすごい好きだし、なんか、休みの日で何にもしなくていいよってなったら、ゲームするか美術館に行くか本読むか映画見るかみたいなことをしたから、まあ美術館に行きたいかなみたいな。そのうちで外に行くんだったら美術館かなと思ったんだけど、なんか美術館行ってめっちゃ解釈違いみたいなムーブをされると、私多分、ちゃんと嫌いになってしまうから、美術館に行くのはだいぶ危ないなという、茨の道すぎるなみたいな、デートで行くには。思ったので、どこなんだろう。でもカフェとか行ってもつまんないよね、なんか。でも私ちょっと恋愛そんなにわからないので、なんだデートプランって。もはやデートをしなくていいのである。早慶と宮廷、どっちが上ですか？まあ、5教が7科目あるので宮廷でしょうね。家庭環境などで自分の力でどうにもならないこと以外で過去に後悔してることってありますか？なんだろう、ないです。今の夢は何？大学院で優秀生みたいなのになって奨学金を半額免除されること。毎日大好きです、お疲れ様です。テヤさんが行ってみたい国内の場所はどこですか？国内の場所で行ってみたいとこか、今は金沢だね。金沢の21世紀美術館みたいなところ行きたいし、ドライフラワーがめちゃくちゃ飾ってあるお店みたいなのに行きたい。あれカフェなのかな、何なんだろうね。インスタとかでよく見るんだけど、大学生のうちに行ってなんかインスタ映えイエーイみたいな、写真だろみたいなノリができるのってさ、何歳までなんだろうね。やっぱ今しか楽しめないことって絶対にあるからさ、そういうのをね、やりたいなと思えるうちにやっときたいよね。モチベーションが低いとき、どんなことをしてモチベーション上げていますか？私はもう本当に気分の上がり下がりが激しいタイプの人で、なんか機嫌が悪くてもうパフォーマンスにそんなに差が出ないタイプだけど、 SNS の更新が低くなるけど、もうそれはもうどうしようもないと思ってる。逆に私が教えてほしい、冷静になれるコンテンツに触れるっていうのは大事かも。ゲームするとか本読むとか短編小説とかいいよ。そんなに読まなくても一旦リセットされるから。アニメとかゲームって無限にやっちゃうからさ、良くないよね。どんな髪色にしたいですか？なんか赤にしたいんだよね。今髪染めるかめっちゃ悩んでて、多分染めちゃうんだけど、ワインレッドみたいな、赤の間みたいな色にした。うん。高校生の時にさ、なんかピンクとかにして生きてたからさ、ブリーチとかにも抵抗感があるというか、てかなんか髪ってそんなに大事じゃないなって思った。髪型をいくら変えても、私の顔は変わらないから、独特な顔をしているせいで、肝みたいな状態というか、事故ることが重いので、気をつけたいですね。髪がボサボサになってきたので、くしで溶かします。てやちゃんの今年の春夏に着たい服やファッション系と、テック系？ゲーミン
ングチェアみたいな服着たいって言いつつも、私はああいうなんていうんだろう、サブカル系統の服が似合わないので、今着てる服とかはぴったり系の薄手のニットとか、なんか夏とかもね、これの半袖バージョンみたいなのよく着てる。これは赤でどぎついし、あ、ここにねラメのシースルーが入ってるの、こういう服すごい好きですね。あの素材が切り替えてる、袖もそうなってて、でもこれ冬に着るときにさ、中にヒートテック着るとさ、ヒートテックをこうやって中に押し込めないと着れないから、ちょっと微妙なんですよね。こういう薄手のニットとか首詰まってる服をよく着てますね。まあ似合う服を着ちゃうね、私は結構逃げちゃう、そういう風に。あ、でもね、デニムは結構いいと思う。これはデニムワンピースなんですけど、ワンピースいいっすよ。ワンピースはダサくないじゃん。もうワンピースがダサかったら、それは作った人のせいじゃん。服を上下組み合わせるのって難しいから、それでダサかったらやっぱ自分のせいだけど、ワンピースはダサかったら作った人のせいだから、ワンピース着ましょう。ここ最近可愛く思えてきましたのですか？何かしましたか？魔法とかかけたとか。どんな男がタイプですか？気分によって変わる。コロコロ変わるから、あんまりタイプとかがないんだと思う、多分。みんな違ってみんないい。よく聞く音楽は何ですか？私、メンヘラ系のコンテンツ好きですね。でも、メンヘラ系って言うと作ってる人に失礼なのかな？クリープハイプとか大森聖子さんとか。そうですね。あと、アイドルの曲はめっちゃ聴きますね。そう、アイドル好きですね。彼氏いますか？